しにあなたがいて手を伸ばしてたトゥーナイト足元には青い地球体が浮き上がる夢の続き私は今夜空の中カプリコンのダンシング星の果樹園のフライン惑星たち牛乳トイレットペーパーのりという曲を会社帰りの携帯に女房からのメールが入った挨拶もコメントも一切なく書いてあるのは牛乳トイレットペーパーのり最初の頃のメールには買ってきてねと書いてあったもっと前は絵文字も入ってた今では用件だけ牛乳トイレットペーパーのり女房は味付け海苔は嫌いなのだ牛乳は日付をチェックする棚の奥の方を取り出すのだトイレットペーパーはパループのやつを再生紙は安くて助かるけれどやっぱり肌触りは悪いこんな思いやりを誰がしろ寂しいなんて思わないこれが家族というものだ間の冗談のそんなもんじゃない僕たちはこれで強くつながっている牛乳トイレットペーパーのり ここではないんですけどね大丈夫ですかいつもこの時間だともうねあのベロンベロンになっちゃってる上にですね今日はあのつきっぱらで、すっかり前後深くなっております、ただでさえ滑舌が悪い上に多分噛むと思うんで、もう勘弁してください歌詞噛むんですよすっごいよくあの昔なんかあのポニョの時に CM 出て、のぞみちゃんになんか料理を持ってくる役でお待たせいたしましたっていう一言セリフあったんですけどそれ10回ぐらい言えなくてお待たせいたしましたお待たせいたしました今でもトラウマになってるんですけどね、最近はまた中高年の自殺が多いということで自殺しない方がいいよという励ます歌をやりますダメですよという曲です
踏切の上で立ち止まったりしたことありますか？橋の上から川をじっと見たことありますか？カッターナイフを右手に握りしめたことありますか？屋上の柵を登りたいと思ったことありますか？締め切った部屋で七輪焚いたら苦しいだろうな。飛び降りた後の道の掃除は大変だろうな。溺れる時って最後は気持ちがいいって本当かな。やっぱ眠れる薬を一気に飲むのが一番楽かな。ダメですよ、一時の迷いです。ダメですよ、寝れば治ります。ダメですよ、あなたがいなかったら。燃えるゴミは一体誰が出すんです？会議の最中社長にバカとか言いたくなりませんか？偉そうにしてる上司の頭叩きたくなりませんか？女性社員のお尻を触ったりしたくなりませんか？酔っ払ったらあわよくばとか考えませんか？人混みの中に爆弾投げたら気持ちがいいだろうな。イチャイチャしているカップルどこかに埋めちゃいたいな。渋谷の若者全員死んだらすっきりするだろうな。六本木の外人みんな消えたら歩きやすいだろうな。ダメですよ、一時の迷いです。ダメですよ、寝れば治ります。ダメですよ、あなたがクビになったら。花見の場所取りは誰がするんです？ダメですよ、あなたがいなかったら。私より不幸な人がいなくなる。さっきあのともみちゃんとめぐみちゃんの、キャピキャピした かわいらしい感じを聞いてたら、ちょっと曲も変更してこの歌をやることにします。この年になりますとね、いろいろああいう、もうああいう若い子にはすっかり相手にされませんけど、若い頃にはああいう、女性たちに、たくさんお金も使いましたし騙されてきたなという、それを思い出してですね、その懐かしい女性たちに、恨み事を言う歌でございます。歌詞に、女性の名前が出てきますんで、今日は3箇所出てきますんで、ともみ、めぐみ、るみでやりたいと思います。聞いてください。君を許さない。あんなに愛してあげたのに、あんなにお金も使ったのに、わけもなく突然にメールがつながらなくなった。大人の人好きなのよって、一緒にいるとホッとするって、そのくせいつもキスはもちろん
指一本触らせなかったね。今思い出せばそんなにいい女ってわけじゃなかったよ。若くもないし胸も小さかった。バカだし性格も悪かった。ともみお前を許さない、めぐみ一生恨んでやる、ルミ不幸になるがいい、犬のうんことか踏んじゃえ、洗濯物と一緒にティッシュ洗っちゃえ、タンスの角に足の小指ぶつけちゃえ、たぬきそば頼んだのにたぬきうどんが来ちゃえ、あとちょっとで治るかさぶた剥がしちゃえ、いくら千円札入れても出てきちゃう自動販売機に当たっちゃえ。こんな暗い歌ばっかりなんですけど大丈夫ですかね。明るい歌が作りたいんですけどできないですよね。まあ、年齢もありますけどこんなご時世でもありますんで、それじゃあそろそろ最後の曲ですかね。でまだもっとですか、こんなもんですか、まだまだですか。いやもうなんかこれあの30分押したら30分押して終わるわけですね。すごいですね、いやもうじゃあちょっと考え、さっきねあのいろいろ考えたんで端折ったんですよ。何明るい歌やりましょうかね、あのよくある曲をですね既存の曲をキーをからし変えてやったり、あの メジャーを前に変えたりしてやるんですけど、そのシリーズの中のこれは明るいですよ。あの希望を持って生きていこうというメッセージでございます。違うか、違うな。あの手のひらを太陽にって曲ご存知ですかね。あの僕らはみんな生きているってやつね。これをマイナーに変えまして僕らの手のひらを太陽に。僕らはみんな生きている、生きているから苦しいんだ。僕らはみんな生きている、生きているからやがて死ぬ。手のひらを太陽にかざしてみれば、浮き出た血管シワだらけの指、ミミズだってポケラだってアメンボだって、みんなみんなきっと俺より幸せなんだ。私はなんとか生きている、生きているとは言えないが、私はそれでも生きている、生きていたって意味ないが、手のひらを太陽にかざして思う。
ちょっとここを切れば楽になれるよね。ミミズだっておけらだってアメンボだってみんなみんな俺のことバカにしてるんだ。あいつだってこいつだって君たちだってみんなみんな嘘つきなんだ。友達面なんだ。もっとですかね、出しどうですかね、まだ向けて島唄ですか。あ、島唄ちょっとじゃあ、この間島唄という曲が、あ、島唄かという曲なんですけどね昔最初作った時、大嫌いなアーティストを揶揄して歌う歌がいっぱいあるんですけど、ちょっと歌えない歌が多いんで、これは怒らないだろうということで、ビギンを、ビギンが大嫌いなんで、俺はビギンが大嫌いっていう曲だったんですけど、ね、好きな方はいっぱいいると思うんですけど、沖縄は好きなんですよ。ビギンの言うところの沖縄があんまり好きじゃなくて、なんかね、こう印税でこうエコロジーを言う、ね、もう衣食足りて金はいらないから地球を守ろうみたいな、そういうこう余裕がね、すごく嫌で大体ミュージシャンってね、本当印税がっぽり手にすると急に地球のこと言い始めますからねあ、シシドルミは違いますよね、全然売れてないちょっと日から地球の危機を歌ってましたからね、ええ、ダメですよ、本当人間やっぱ働かないとダメですね。そういえば吉田拓郎さんなんかカラオケ印税でね、年間まだ2億円ぐらい入ってくるらしいんですよね。みんなが拓郎を歌えば歌うほど本人には金が入るという、まあそれが幸せかどうかということで、ちょっとこの話するといくらでも噛みつきたくなるんでこれはビギンが嫌いという歌でございまして、作ってみたら意外といい曲になっちゃったんでね、気に入っておりますけど、島唄かという曲を。澄んだ海と珊瑚礁、お前らが作ったのか。砂浜に青い空、お前らの手柄なのか。ナチュラルかエコロジーか、シンプルが素敵なのか。明日の子供のために歌で地球が救えるのか。アメリカはまだ進む、中国は何を叫んでも俺たちにできることはない。島唄かこの星の未来、誰の
いびつな自然体、嘘くさい爽やかさ、愛を歌うがいい、文明を呪うがいい、エアコンにウォシュレット、浄水道下水道、快適な暮らしの中で人類を語るがいい、白く回しに耐えるライオンももうおしまいだ、何もかもを踏みつぶして、人はまだ栄えるのだ、他の生き物より俺たちを今な母なる星よ、ひとときの夢をありがとう。こういうね、なんかいい歌歌っただろうみたいな空気大嫌いなんですよね。ラシドやろ、ラシド。ラシドの歌。これをね、ぶち壊すためにも最後皆さん参加していただいて、先ほどどのと似てるんですけど、ドレミの歌というサウンドオブミュージックの主題歌ですね。あの歌をマイナーに変えたラシドの歌というのをやりますんで、歌詞カードを。積みにくいんですが、太字のところが皆さんの歌うところでございましてね。これコーラスがないと成立しない歌なんで、ちょっと練習してみていいですかね。はい、マイナーとメジャーの違い分かりますか？はい、はい、これがこんな感じですね。失礼します、挟みます、めぐみとともみが。あ、すごいですね。大人です、失礼します。急に出てる、逆ポニョみたいな感じですね。あ、ほんと逆ポニョ。逆ポニョですね。これじゃ絶対売れなかったですよね、きっとね。ポニョ可愛かったですね。ありがとうございます。体型とか似てるしね。あら、ポニョ可愛い。ポニョ似てたよ、私言われたことあるんですよ、ね、ポニョ体型。ポニョ似てるって。そう、顔が、うん、怖いですよね、半巨人ですからね。めぐちゃん顔、めぐちゃん顔。ポニョ、ソウスケと絶対うまくいかないですよね。ソウスケって草食系じゃないですか。確かに。絶対ね、ポニョは他の男に行きますよ。食いたりなくてね。めぐちゃん。そういうもんですよ、女ってのは。はい。あ、でもまず練習です。ドミミミソソレファファラシシがマイナーなんで。はい。ラドドドミミシレレファソソ。ラドドドミミレファシレレ。シレレって書いてありますでしょ。シレレ、シレレ、下の方です。あ、ここですね。はい。レ
レファファって書いてあります。ラドドドミファズ？あれファズ？レファでいいんですよ。レファファ。ごめん、俺が間違えてた。まあいいや。で、ここから入るようになりますね。はい。入っていったらそんなの。ついててくれるの。わかりました。はい。よろしいでしょうか。はい。はい。それでは最後の曲になってしまいました。私は、いろんな嫌いなものが多いんですけど中でもサウンドミュージックが大嫌いで、そのドレミの歌というあの草原をね、あの変なおばさんがインチキ臭い子供の笑顔の子供を連れて登ってくるやつですね。あの歌を聞いてですね、これだったらマイナーにした方がより人生の真実に近づくんじゃないかということで、これを聞いて皆さん人生の真、ダークサイドをぜひもう一回掘り下げて、でもなこれなオタクの人に言うたらまずいよな。そんなことないですけどね、将来明るいこともありますよきっと。僕はないということでラストの歌を聴いてください。ラはネクラのラ、し死にたいのし、ドは孤独のド、レ誰も来ない、みんな嫌いだ、ファイトもないし、そんな性格さあ歌いましょう。ラシドレミファソララソファミレドシラ、ラドドドミミシレレファソソラドドドミミシレレファソソ。ラ楽になりたいから死んでしまおう、動脈を切って霊柩車、みんなが笑う、パパパと笑う、葬式の時に化けて出てやる。ラシドレミファソララソファミレドシラ、ラドドドミミシレレファソソ、ラドドドミミシレレファソソ、ラドドドミミシレレファソソ、ラドドドミミシレレ。ありがとうございました。失礼しました。ライブはないんですかね。
ライブね、今最近演劇にハマっちゃってるんですけど、あの演劇8月の24日、はい、そうでした、24日、あの和尚姉妹、私の組んでいるユニットと一緒に